ゃ寒いですわ、まあ、このままやったら風邪ひく、一回腹減った、岡山で飯食います。なんかずっと、これ115かずっと僕で姿で行って、なんかいいですね。終わりだ。まっすぐ行ったら見たくなる。こっちであのシーモールの方からですね、こう曲がって、ここがあの下関のターミナルです。旧三で、こっち方面なんか取るなって書いてある。取ったろ。で、ここであの出国準備チケットを買います。値段こんなもんですね。リーズナブルですわ。ロープアヌンゴで、初回通過。フェリーか日本線です。もうゴールで大変なんです。出国ですね。行きますか。こんにちは。あとはカンプフェリー。今日はもうフェリーカンプです。日本線です。もうお風呂入ってきました。さあ、買って今出航しました。ちょっと今日空いてますね。やっぱりシーズンでもないんで、臨休という以上です。感じですね。
ぐらいちょっと置かせてもらいます。外は寒くなってますわ。見えませんね。서울역에 도착하고 있습니다. 손님 여러분께서 이 열차 물건이 없도록 주의를 다시 한번 살펴보시고 열차 관제를 정차한 다음 안전한 왼쪽 승강장으로 내려주시기 바랍니다. 오늘도 저희 철도를 이용해 주신 손님 여러분 대단히 감사합니다. 안녕히 가십시오. 열차가 정시로 운행되지 못해서 대단히 죄송합니다. これがあれですね、東京駅を通じるというソウル駅、世界三大東京駅と言われましてね、四大東京駅の一つ、一個は大阪の東京の東京駅、一個もう一個はこのソウル駅、もう一個はあのホートン、シェンヤン駅ですね、それからアムステルダムのうちの一つです。一番小さいのミニ東京駅です。